はい、皆さんこんにちは、レク講師の水野と申します。今日はですね、宅建士のですね、直前講座のね、ご案内でございます。まあ要は宣伝なんでございますが、どういうことをやるのかというのがちょっといまいち分かりづらい可能性があるので申し上げて、お期待したいでございます。まずはもうこれも毎年ね、やってみまして、もうずっとかなりね、公式企画でやらせていただいている必須重要論点59、あと民法論点10箇条で別々のね、内容ではございますが、まず必須重要論点演習59っていうのは、まず大事だからというよりは合否を分かれる問題のみ扱うというんです。これ簡単すぎることっていうのは語弊がありますが、要は覚えてればできる、ただ覚えてればできる問題は扱いません。それはもう皆様の努力でやっていただくしかないからです。逆にこれ難しすぎてどうしようもないなっていう問題、これ宅建業法でも法令調整権でもやっぱり難問となんですよね。そういう問題は扱いません、これみんな落とすからです。じゃあ合格者は取る、不合格者は落としちゃう確率が高い。だいたい合格者の正答率と不合格者の正答率が3割から4割差が開くものです。これすごいことですよ。まあ、大体10ポイント20%ぐらいはね変わっても、3割以上ね、これ4割近くね、これ変わるってもう完全に合格者はちゃんと理解してるけど不合格者はうわ入ってなかったっていうね、そういったポイントを徹底的についていくのが必須重要で59です。まあ権利関係ではなく業法制限のみで59あります。じゃあ権利関係はどうするのったら、権利関係は民法ロジックというのでこれ対策を取ると。で民法ロジックというのはまず10箇条ってこれね、見るとね、すごくなんかこう簡単とか当たり前だろうってことがあるんですよ。悪いやつは保護しないとか、早い民法は早いもんが違うとか、見た目が大事だとか、その10個ね考え方があるんですよ。で実際問題解いて全然分かんないっていう問題あるじゃないですか。でもその分かんないんだけど、このロジックの10箇条に入っている内容を思い出して、あ、これはああいうことを言ってたからロジック10箇条にあったからきっとこっちのがマシだろうな、当たったってなるような、そんなところなんです。でだから到達目標というのを見ていただきたいんですが、これ民法は暗記者にもある程度 得点を取れるようにする。民法は暗記じゃない、暗記じゃないってすごく私は連呼するんですが、これ結局覚えてなきゃできないところもあるんですよ。代理とか共有とか、それはルールで覚えてなきゃいけないところって、でもそれは勉強やっていくし、過去もやっていくしにみんなやるようになるんですよ。もう最初からね、民法覚える覚える覚えよう覚えようっていう、そこがね、民法のね勉強の阻害になってしまってる方が多いので、やっぱりこの最初の力講義はね、いや考え方をまず学べよ、考え方だよ、暗記じゃねえぞって言うんですよ。それは覚えてなきゃできないことありますって。だけど直前期この14問、権利関係って全部14問ですよね。ね、民法なんて1000条以上であったけど10問しか出ないんですよ。その、ね、1000条以上あって判例とかもあって、そんなだだっぴろいものを覚えますか。もう費用対効果悪すぎでしょ。それだったら80何条しかない業法とか、ね、法律上制限って一定の努力すれば覚えるの大変だけど、税金もつまんないけど、ね、やればできるようになるじゃないですか。そういったところと違って民法は考え方をもってして、そして現場で考えるというのがある程度できないと、これ覚えてポンの問題がないんですよ。最近は少ないんですよ。だから得点できるようにするためには考え方なんです。であとは宅建業法とか法令上制限の合否を分ける問題を用いて、あやふやな部分を明確する。要は合格者は取る、不合格者は落とす、じゃあなんで不合格者をしてって落としちゃうのっていう、そこを徹底的につけば、もしかして皆さんの中にも、あ、これ自分まずかったわ、まずかった、まずかった、どうですか、直前期気づきゃもう試験の時に大丈夫じゃないですか。であとはラスト1週間前を前に順位、優先順位をはっきりさせる。で本気の追い込みをする。要は皆さんはちゃんと一応もうこの時点では、これね、一応日付がね、生クラスは10月8日、10月12日、10月10日、ほんと直前ですよね。で通習はもうちょっと早めからね、やれる、聞けるようにはなるんですけど、まあそれでも9月の後半、もう結構ギリギリじゃないですか。ここまでやってるうちに皆さんはまがいなりも過去問はちゃんとある程度はやってるんです、でもそのやりきれてないところがないかどうか、それを最終確認するというのがこの講座なんでございますね。で、まあ、新宿エルタワー本校で生クラスをやります。あとは通信でね、もうありますのでね、まあ、こちらですね、ぜひもし、ね、ご検討いただければ嬉しいなと思います。であと、まあこれ特典というのがついてましてね、これオリジナル過去問っていうのがあって、要は過去問からチョイスなんですが、すごく大事な合否を分けるのをね、まあ、ここで使うのもちょっとあるんですけど、ね、そうじゃないものも含めてね、これちゃんとやっといてねっていう、その超難問・奇問はないんです。難問・奇問じゃなくてどうだっていう、
ね、要は過去問のこれチョイスをした、というね、チョイスしていただいてね、まあ、過去問をで締めていただくというね、そのためにねおまけつけてますんで、ね、ぜひよろしくお願いします。はい、まあもう一回言いますけど59ですね。59ってまあ結構59って何が59なのっていうところなんですけどね、まずはやっぱりこの質重要で、やるべきところを何なのか、でもや今の時点でやれてて当たり前なんです、うん、でもやれてて当たり前だけどあやふやなところがあるはずなんです、必ずもどんな方にも、ね、そういった方にもう最後の追い込みの、ね、燃料にしてほしいんですね。あとロジックは、ね、民法、いやいまいちないけてないなっていう方も本当にはまるとはハマるんですよ。もうこのロジックで、考え方を持ってしたらなんか10点超えちゃったんですよみたいな、ね、いや嬉しい声ですよ、うん、ただね注意点があって、ロジックは信じてください。で全然その信じて、そのロジック聞いて、へえそうなんだそうなんだ、なんか面白かったなーでね、やってそれで現場で考えて変なこと考えちゃって、全然ロジック使ってもらえないと全く意味がない講座なので、うん、だから覚えるとかポイントがうんぬんじゃない、ね、ちょっと珍しい講座なのでね、うん、そこら辺は話を聞いて自分の中に落とす、ね、悪いやつは保護しない当たり前だろうとかね、そういう保護しない、その落とし込むというね、その作業をそんな大変じゃないです、うん、だけど自分の価値観を民法の価値観に変えるというね、うん、そこは必要なんでね、うん、その点は、まあ、素直に受けていただけるとね嬉しいかなと思っております。はい、まあ、何はともあれね、この皆さんの合格に役に立たないなんてことは絶対ない、必ず役に立つ講座ではございますので、ぜひよろしくお願いしますということで、今日は挨拶を変えさせていただきます。じゃあ皆さんお勉強頑張ってください。